ラバー・マジェールは、アルジェリア出身のサッカー選手、サッカー指導者。アルジェリアサッカー史上最も偉大な選手とされる。ヒールキックが得意であったため、タロン・ナードと呼ばれた。アルジェリア代表として1978年から1992年までの14年間プレーし、1982年と1986年のワールドカップに出場した。 87試合で40得点を挙げ、アルジェリア代表での最多得点者になっている。地元クラブやフランスのクラブを経て、FC ポルトに移籍。1986、87シーズンの UEFA チャンピオンズカップ決勝のバイエルン・ミュンヘン戦では、ヒールキックのゴールを決めて、同点とし、直後に決勝点をアシスト、1ゴール1アシストの活躍で優勝に貢献。 この活躍から、同年のアフリカ年間最優秀選手賞に輝いている。1987-88シーズン、トヨタカップのペニャロール戦では、相手 GK が前に出ているのを見て、巧みなループシュートで決勝ゴールを決め、優勝をもたらし、大会 MVP を獲得、ポルトガルリーグでも優勝。その後、バレンシア CF を経て、ポルトに戻り、九百九十 91シーズンを最後に引退した。引退後は監督の道に進み、アルジェリア代表監督にもなった。2009年現在は UEFA トロフィーツアー新前大使に就任している。ありがとうございます。